はいみなさんこんにちは今週もやってまいりました平子税ラジオでさあゆいさんもレのお時間ですさあ今日はなんかちょっとね雲がどんよりしたような感じの天気でねちょっと真っ青な青空はあんまりちょっと見えないかなって感じなんですけどもねでもちょっとね雨が降りそうな気配もちょっとありつつ ちょっと心配だな洗濯物干してきた人、うん、はーい <laughs> で、主婦の皆さん多分手を挙げたかと思いますね朝はねちょっとねでもそんなにちょっと朝らしい天気ではなかったんだよなちょっと夕方に近いような日がちょっと柔らかい感じの朝でねちょっと今日はあれどうしたかな天気って思ってたんですけどもやっぱりちょっとね雲が多くなってきましたねちょっとこの後ちょっと天気心配ですけどもちょっとヒヤヒヤしながらラジオをお届けしたいと思います <laughs> はいではね今日も皆さ 皆さんとね、もうお届けしてまいりたいんですけどもあーなんかね、ちょっとだけ花声なんだよね、この季節やっぱりねって感じよね、ちょっと夕方はね、ちょっと肌寒くなるしね、日中は今はスタジオの中エアコンも効いてるしね、やっぱり車の中もエアコンかけるし。まあ 今日でも半袖だしさねえちょっとなんか秋感もないようなちょっと色はからし色つけてるからちょっと秋に見えるかなぐらいだけどでもちょっと半袖みたいなねまあなんか変な気温でねちょっと上から羽織物が必要な時もあればまあ暑い時もあるしき昨日もなんか寝る前はねちょっと暑くてうーんどうしようかなって悩んだんだけどでもねやっぱり朝方になるとちょっと冷えてたりするからねちょっと鼻もぐずぐずして。 お届けいたしますけどもねどうぞお付き合いお願いいたしますさあ本日のテーマ本日のテーマはですね風のちょっとお話なんですけども 皆さんね風にまつわるお話をちょっとね聞かせていただけたらなと思うんですけども今日のテーマお題はですね風どのように治すす対策教教えて教えてっててっ感じですねもうね私たちボーカルにとってはちょっとね喋り手に取ったりとかねするとね風は天敵ですからね。 もうその方法をね、ちょっといい情報などがあったら教えてほしいなと思っております。そしてお試し合ってんのコーナーはですね、いつもの大好きなイオンライカムに参りました。そしたら物産展を開催しておりまして、えー、岩手県のですね、えー、く熊、ま、ごめんなさいます名前が忘れちゃったああくずまきくずまきの方からのちょっとねお届け物をちょっと今日はね美味しそうなプリンとそしてサケルチーズ 雪印のあの先のチーズしか食べたことないんだけどそれがねちょっと自家製のねくず巻きのこの牛乳を使ったこのね何ていうのチーズをちょっと食べてみたいなと思っててちょっとね寝頃もけ値段も結構したんだよ。 ちょっと楽しみです、はい、なので後で召し上がってみたいと思いますのでね皆さんも楽しみにしててくださいさあこの番組ではメッセージをお待ちしておりますよメールアドレス761 at マーク fm コザ .jp ファックスは098934-8653また fm コザではユーストリームとツイキャスでネット配信もしておりますので皆さんからのメッセージコメント お待ちしております。メッセージはですね、メールの方はホームページからもお送りすることができますので、ぜひそちらの方もチェックしてお送りください。お待ちしておりますね。さあ、それでは早速でありますけども、えー、ツイキャスの方も来てますので、ちょっと読ませてください。はい、ルドルフさん、こんにちは。はい,さい、こんにちは。コゼーさん、めぐさん、今日も楽しく、今年はコゼーさん芸能生活まるまる年だってだったんですね。そうなのよ。そう そうなのの実は昨日の夜気づいたなんかいろいろ数え始めてんちょっと待ってよと思って数えてんちょっと待ってもう一回あれうあれあれから5年経っちゃったみたいなにあのね芸能生歌を始めて実は今年で20周年なんだったんですもうちょっとねそれに気づくのが遅くて15周年記念のライブはやったんですよ。ということは。 20周年記に逃してるっていうことですよ、やべえ、こぜえと思って、いやあもう昨日の夜からね、なんか、はーあれーみたいな感じになっちゃったんだよね、気持ちがね、20周年、節目だぞ、こぜえ、何をこの大切な節目を忘れてるんだと、ね15よりも20でしょ、みたいなね、切れ目のいい。 いやあ、もうちょっとね自分にがっかりしちゃったなこうぜしっかりせようと <laughs> はいありがとうございます野の中の銀のホタルさんこんにちはズーさんグーさんって何この短縮 <laughs> そうそう今日ねメグさんじゃないのよ今日もね先週に引き続き由美さんがお届けしておりますはい、はい、メンソーレメンソーレ <laughs> 私こう逃げるサビだはいウェルカムウェルカムだからね <laughs> はい今日はねメグさんはねちょっとねえー、お仕事のため今日はいませんけどもはい、はいえー、今日はね由美さんにお手伝いしていただいておりますそしてルドルフさん大阪は雲一つない晴れてますよ秋空です十七度って秋空で十七度 冬だよね、沖縄ね <laughs> はいミラクルブッチあブッチさんから来てますねこんにちはこんにちははじめましてかな、ね、はい「野の中の銀の蛍さんおめでとうございます」って <laughs> ございます「ございますございます」にさんですねはいルドルさんが「あゆみさんですね」って「ですね」って。<laughs> ですねーって <laughs> いろん,、ねね、んな海がこもってるね、<laughs> プリンですね、<laughs> そうですね <laughs> はい後でお届けしますので、お楽しみにしててください。さあでは、ここで1曲お届けしたいと思います。この曲、なんか久々のような気がします。えー、平でまた君に恋してる オープニングナンバーから「また君に恋してる平梢」バージョンでお届けいたしましたこの番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りしております はーいではねまた君に恋してる沖縄バージョンでお届けいたしましたけどもさあ野の中の銀の蛍さんがさあ由美さんのニックネームつけてくれたよ<お>ユスさんでいかがなってユスさんいいねユスさ <laughs> んいいですねおっさんみたいな感じだけどユスさん結構ですね朝の番組とかでも、うん、自分が初めて喋った時とかに、うん、あのですね あの皆さんから。 なんですかあだ名とか友も、うん、とかともなんで友もなつけてもらったんだねくわえと子さんに似てる<ー>昔のアイドルさんに似てるって言っててそれから友もってなってそうなのそう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 なんだそうなんだいろんなネックネ,ックネームがねゆッさんもいい、ね、ーさん多いですねこの番組ではユッサでお届けしたいと思います o かりましたじゃあ今日は小勢とゆッさでお届けとしておりますので皆さんよろしくお願いいたします <laughs> さあ本日のテーマ 風にまつわるお話です皆さん風どのように治しておりますかそして対策法があったらねちょっと教えてほしいなと思ってるんですけどもごぜね必ずね鼻が悪いからさ風邪ひく前って鼻がおかしくなるわけだからすごくね鼻が詰まったり鼻詰まりをしたり鼻なんていうのかな鼻から鼻水をふんって出せないのよあんまり。 なのでいつもねなんていうの副鼻腔炎に近いのね症状がだからもう必ずって言っていいほどあ鼻から来たなと思った鼻喉、咳が始まるわけねだんだん降りてくるっていうのが分かるからもうすぐ耳鼻科に行くんですけども,もう耳鼻科う必ず行くたんびにもうあーって思いがするんだけどでもね行かなくちゃ治らないから市販の薬で治る。 あまり治ららないからね私、ぶり返すタイプだからすぐ病院に行くんだけどまあね耳鼻科に行くとまず最初に鼻を見るでしょそしたらもう鼻にプシュプシュってなんかスプレーみたいなのをやられて,そてちょっと麻痺するのよねちょ,ちょっと麻痺し始めたら今度はねあの鼻の中からねカメラみたいなのうーんって先生が通し始めて喉まで通してちゃんと見てくれるのはありがたいんだけど。 もうこの鼻がモソモソモソっていうのと喉に降りてくるのが分かってもあってなるんだけどまあしょうがないこれで治るならと思っていつも我慢するんだけどその後よその後その後イソジンみたいなのをつけた綿棒をさいやーもうこれまた鼻から棒が突き刺さるんだよね。ではいしばらくそのままにしててくださいなんて言われてうわーきつこれみたいな。で 顔を揺ららすとこの棒がビビビビョョョョンンンンってなるから痛いわけさ。だからもうじっとしなくちゃいけなくてしばらくじっとしててなんか自分の目線から見る鼻から出てるこの棒がおかしくてでひどい時なんか1本に2本入ってるわからさ痛いわけとっても先生これどうにかならないねっていつも言うんだけど私痛いって言うんだけど。 痛いのは今だけって言われるわけ、まあ、確かにな我慢しよう我慢しようと思うんだけどでこの棒を抜,い抜く時も,ももちろんうわーって変な感じがして嫌なんだよで抜いてもらうんだけどこのあとよこのイソジンが染みてさ耳まで痒いわけ私なんか痒くなるっていうのかななんていうのかなもう変な感覚耳耳の穴が痒くてあーって本当にやりたくなるんだけどで今日もねだから この鼻に突き刺されたあとにもう抜いて、イソジンがしみて耳がかゆくてうわーとかってなってたんだけどもうしばらくの我慢だと思って30分が辛抱だね、ちょっとね、この後の30分だけど、その後生産もしないといけないし薬も受け取らないといけないけどもうその後がぼーっとしてるわけよ、本当にもう、このイソジンでしみた耳と鼻と喉がもうわけわからない。で もう恥ずかしいぐらい鼻水が出るからさもうしょっちゅう取りに行って鼻かんでふんふんしてもう出す以外ないよね、本当にねっていう感じなんだけどねもう早速来てますよ、ルドルフさん風邪の時は寝るしかないような気もってコジエさん鼻から棒が出てる写真をししてください NG NG ででょょこれこれれ <laughs> 出,出せないよ、これはちょっと。 NG だなこれはいやもう本当にねもうびっくりするぐらい本当にジビカに行くとさもうそういうことが起きるからさもうやだなーなんていつも思ってるんだけどはいもう一つメールが来てますねえーなんだってさゆいさんも俺リスちゃんだよ <laughs> 久しぶりですね選手来てなかったんですもんねリスちゃんさんねカラシのマーメイドえ平、ー、子勢さんえー ガサッガサッの新人ユミさんって映像えーこんにちはリスちゃん、えー、明日は忘年会一回目あさってはえ大相撲九州場所さささってはささってさ <laughs> さって大相撲え二、ー、日目しあさっては 大相撲3日目です相撲しかやってないじゃないですか <laughs> 楽しみですねってはいもうね、あのー、リスちゃんさんにとってはもう大の楽しみですね大相撲ね、はい、風の原因はウイルスこのウイルスを殺すことは何よりも大切ですそうですよ、えー、おばあおばあから習った先祖代々の風対策次のメール2 <laughs> つに分かれてるんですね、はい、でもう1つがえあ来てないですよ リスちゃんさん、今から、あ今、今、打ってる最初に、なんだよ、途中で止めないでくれ、今も、じゃあ、大事なところ、あとでお伝えしますね。はい。あ、そして、銀のトロンボンさんが、ユミさんのニックネーム、ペ、ペでいい,い,い,いよって、なんでいきなりそこに飛んじゃったあ <laughs> <laughs> そうか、ユッサーそうですね、ペになっちゃったよね今ね。 はい、そして世の中の銀の蛍さんが「風くんどうかわからない風邪ひいた記憶最近ないからわからん」っていいな羨ましいななんだろうな年に何回かなるんだよなでもこの鼻からなんだよね必ず。鼻鼻がおかかしくてね、うん、鼻からねら あんまり出ないからさいつもだから何て言うの鼻の中からになっちゃうからあのね菌がね表に出なくてのどの方までいっちゃうだからねそういった風邪とかになりやすかったりするんだけどねはいルドルフさんはねえ鼻うがいもいいみたいですよってあっわかる鼻うがいよくやるよあのね 自分ででやろうとしたら痛くてできないわけだけどねあの市販のね鼻うがいっていうのを売ってるんだけどすごくねすっきりするよ。あの変な話だけど右の鼻から入れた水をこの液体があるんだけどね鼻の方に当ててプシューってあのス,ポスポイトっていうかなんか大きめのがあってそれをピュッて押すんだけどそれを押すと左から出てくるわけ悪いのがバッて。<ー>そしたら今度左をやると右から出てくるから。 すすごいすっきりした感じするのだけど耳あ鼻が詰まってたりする時はあんまりやらない方がいいんだね耳にねあのプール入ったみたいな感じになったりするから危ないのよだから私は必ず鼻の通りをあのスプレーがあるでしょシュッシュッてやるスプレーを鼻詰まりしてる時は通りをよくしてからこの鼻うがいをよくやるんだけど。 そうね鼻うねね鼻がいいいい結構でいいですよ、ね、シミないんですよよなんこれがまたあのよくね鼻にツーンとかってあーってなるときがあるんだけどそれがないもんだからあのよくねあの朝と晩ぐらいにやったりするかなあとマスクだねうんで喉飴はもう欠かさずだよね本当にねカバンの中には随時入ってるし。 ずっと食べてるし、うん、もう今日なんか薬の数なんてね6種類ぐらいあったからびっくりしたよねこんなに飲むのか私錠剤とか思ってね毎回そうなんだけど先生たんまり出してくれるからさありがたいことに「あいつものです」ってあ「いつものね」って言いながらちゃんと診察してくれるんだよね丁寧な先生だなと思ってそうそうまあ熱が出ない限りはね体はね楽ではあるんだけどでもねその後の鼻から来て喉喉から来たら咳 咳が大変だね咳するともうねもう夜も眠れなくなるからね一番大変だと思うんだけどまあ去年が一番ひどかったね風邪だと思って病院行ったらもう本当に声も出なくて熱が出てでそしてもう咳も止まらないと思って検査をしはやったんだけど大丈夫っていうことでそしたらまた1週間後にも咳も止まらないし声,もな声が出なかったのよ。 でおかしいなと思ったら病院行ったらマイコプラズマ肺炎でねもうそりゃ普通の薬では治らないよって話だよねでこれで結局入病院にねちょっとだけ入院することになってねお泊まりをしてっていうのがもう最近の一番大変はこれだねマイコプラズマ肺炎普通の風邪だと思ったらちょっと大間違いだったねだ、うん、から皆さんもねちょっとあまりにも咳がひどいとかさなんかあの治りが遅いなって早めに早めに受診をしたらその早くでねあの 薬で良くなったりすることもあるんだけどでも最近はね大きな病院はね抗生剤とかも出さなくなったね咳とかしても咳止めも出さないしなんか止めることはやっぱ良くないみたいなのでなるべく全部出すようにあの、ね、鼻水でも咳でも何でも出して菌をね中に溜め込まないで出して治すっていうのがあれみたいなのでよくね大きな病院行ったら薬は出されなくて本当にあ熱ありますかないですかぐらいの。 感じで、ね、本当にそれで熱冷ましがあるかないかぐらいな感じなんだけど耳鼻科とか言えばいけばこんなたんまりね薬もあるんだけどね、まあ、それを飲んでねちょっと炎症が抑あのおさ 待っていただくと本当に、ね、ありがたいなという感じですよね。うん、なのでね早め早めのちょっと対策をして、ね、風邪をよくして、ね、熱が出るとかまでにならないようにねそうだインフルエンザも流行るもんねそろそろねまたねそう私も予約した来週ねインフルエンザのワクチン、ね、接種ねあの来週予約してあるのでね早くそちらも打って、ね、なるべくかかってもね あの本当に少しで収まるような、うん、対策をね皆さんしないといけないですよ年末、ねま、楽しいこともいっぱいあるしさ、ね、忘年会新年会も来るさね。うん そんな時にダウンしてられないよね <laughs> のなんかもう逃したくないよねそういうチャンスをねうんなのでね楽しい時間はみんなでね楽しく過ごしたいなと思うから早め早めの対策してねまあ、そうだね当たり前のことだけど手洗いうがいそしてちょっと体調悪い時はマスクして ちょっと加湿ねしてちょっと眠るとかすればいいのかなと思うんだけどまあうちはね年から年中加湿器炊いてるのでねもうちょっと暑い日になるとちょっとねあの結露がすぐ出てもう大変なことになってねちょっと大掃除がいつも始まるんですけどもまあそういう感じかなあとねなんか本当にリラックスする効果もあってあのアロマをちょっとね加湿器に入れて炊いたりとかするとなんか 寝るのも楽しいんだよねちょっとで朝起きるのも楽しくなるっていうのかなちょっと爽やかな香りで起きたりとかできるのでねちょっと病は木からっていう時もあるのでそういったのってね気分をちょっと落ち着かせるのもすごくいいのかなと思って私はね朝はグレープフルーツで夜がねあのなんていうのてラベンダーででまた日中ねちょっと咳があるなっていう時はちょっと。 ミントのもののもをねあのマスクでやったりとかでやるんだけどねそういう感じでちょっと使い分けをしたりするんですけども皆さんもねぜひよかったらちょっとやってみてください鼻うがいね結構本当にいいですので鼻すっきりしたりしますからね、えー、ぜひ皆さんも風邪ひかないようにねちょっと普段から対策してみてくださいね引いてる私が言うのもなんなんですけどね <laughs> <laughs> 私も早くねちょっと良くなるようにね、えー、したいなと思っております。それではもう一曲ね、えー、ここでお届けしたいなと思ってます。平勢で旅ぬ足日聞いいてください はいではねもう一通メールが来てますので先ほどの風対策に、ね、関するお話ですけどもリスちゃんさん続きがありましたので <laughs> はいやっときました読ませてください <laughs> ズーさんベーさんですって <laughs> す私のことズーで指さんのことベー <laughs> ペ,ペーだペー,ペーさんときましたねズーさんペーさんときたよ なんかすごいお笑いコンビみたいだなでは本当の風邪対策実家に代々伝わる馬の油を鼻の周りに毎日塗りますこれで完璧にウイルスの侵入を防げますペイさん薬局でマー油を買って試してみてください私の言葉100%信じてって。<laughs> ここはズーさんでしょ <laughs> ねえちょっとペイさんペイさんに来たよと思ってねちょっとちょっとびっくりだよねあの写真付きできてますけどこれはあの馬の油を塗ってるんじゃなくてあの鼻をクチュクチュしてハクションってしそうなような、ね、えちょっと写真がねあの添付されてきてますけどもあ馬の油そだそうですよ。ねえすごいねそれえ侵入を防げるんだ んね、初めて聞いた、うん、よくねあの鼻が詰まった時にちっちゃい頃タイガーなんとかっていうスーーするのわかる <laughs> タイガーバームタイガーバームそうそうそう <laughs> あれをねお,お母さんとかに塗られたの鼻の周りにススそう鼻すすすして目もしょぼしょぼしてみたいなね あったよねそれはあるけど馬の油は聞いたことなかったな、ね、そっかそっかはいではね、えー、そうそうタイガーバームみんな食いついてきたよ <laughs> あったね最近見なくなったもんね <laughs> 昔薬局によく売ってたよ <laughs> はいではね続いてのコーナーに行きたいんですけどもなんと沖縄市上空雨降ってきましたねやっぱちょっと降っちゃったねなんかすごいどんよりして寂しい気持ちになるな あーあって感じですけどもまあいっかはいでは続いてのコーナーに行きたいと思います小勢のお試し合点のコーナーいえーい行きたいとこだけど鼻水が出そうだ、まあ、もう風邪気味でねもう大変なんですけどもさあ今日はちょっとおいしいものを見つけてきたよはいいつものねイオンライカムに行きますと物産展をやっておりました今日の物産展はですね 岩手県なんですけども盛岡市はうるま市と姉妹都市だったんですけどもま,またねちょっとあごめんなさい中薄くなったかな北中だったかな <laughs> ちょっと忘れたんだけどごめんごめん情報も不足でも本当申し訳ない姉妹都市ということでそれであの今回ねあの武産展をやっててでそこでですね岩手県のくずまき町 <laughs>、はい、のものをちょっと今日はあの元 めてきたんですけどもなんとねくず巻きはですねちょうどね盛岡市と青森の間ぐらいなのかなのちょっと右上ぐらいのところに位置するところでねすごいなんか牧場があのたくさんあってすごいのどかなところなんですねなのですごくねあの牛がたくさんいるもんですから乳製品がたくさんいろんな開発があってでそれで今日は 実はね私こういった瓶に入った手作りプリンとかっていうのを食べたことがなかったんだよね正直なのでちょっとね値段もやっぱり400円近くした今日はでもう一つねあのヨーグルトプリンっていうのとあのヨーグルトプリンはね白くて真っ白なんですだけど普通のプリンもねあ,のあったので今日はねちょっと私初めてこういった瓶に入ったプリン食べるのであのこの。 ヨーグルトプリンをユミさんに食べてもらってそして今日はね私ちょっと普通のプリンも食べてみたいなと思ってますじゃあちょっと開けるねすごいねパッケージもなんか高級そうなパッケージに入っててさ、うん、この間さテレビでもやってたんだよいろんな県に行ってプリンを食べるっていうのをねこんな瓶に入った手作りプリンを食べるっていうのをテレビでやってたんだけどさ夜な夜なテレビで見ててあ美味しそうだなってたまたま思ってた時にそういったプリンが出てきたので。 うん、ちょっと今日は食べてみたいと思いますさあでも早速蓋開けたんですけどあちょっと甘いバニラビーンズの香りが結構しますねあちょっとなんか弾力があるねこのプリンなんていうのか柔らかくてプルンプルンじゃなくてちょっと弾力がある固めのなんですけどいただきますうん、うん、あ 昨日から甘いものがずっと食べたいと思ってたんだけど <laughs> うまいあなんかねすごく甘ったるくはない口の中にプリンの甘さが広がるんだけどしつこくはないねうんうまいなうキャラメルカラメルのとこ食べたいんだけどさ届かないんだよねまだあ今いいたうんいいうんいいねこのカラメル いい感じはいちょっと今ブツブツ交換ユみさんとチーズもそうそうヨーグルトチーズなのかな、うん、いただきますいただきますうんこれもい,いいですよねあ全然味が違うからちょっとびっくりしてる<お>ねえ全,全然違いすぎてちょっとびっくりしてる今私もうん チーズ濃厚だね,ねこれこれさあのチーズのこのヨーグルトっていうかはいっぱい食べられないんじゃないどんな食べれそうねえ食べれないね。美味しい濃厚でさ厚なんていうかちまちま食べたいよね。あのゆ,っゆっくりそう味わ,味わって食べてがっつり食べるものじゃないなって感じだね。うん、だけどこのプリンは普通普通に普通にがっつり食べていいんだけど。 うんあ結構ねこの普通のプリンはあっさりしてておいしいおいしいでね今日はねあどっちかっていうと私は普通のプリンが好きかなどう由美さんはあっこのね普通のプリンねんちょっと贅沢に濃厚に食べたいなこ, <laughs> このチーズのね ヨーグルトプリンの方ね捨てがたいあ個性はもうあれだな完全に普通のプリンだな <laughs> あの大人の味あんまりわからんかったな私にはちょっとチーズの濃厚なのは濃厚だね、うん、おとやっぱお子ちゃまなんだろうな <laughs> そしてね今日ねもう一つ普通はさ雪印のさ酒のチーズしか食べたことないわけ私。 だけどこの手作りのささけるチーズが売ってたのであ珍しいと思って、えー、くずまきの高原牧場でできたさけるチーズうん、うん、をちょっと食べてみたいなと思って買ったんだけどすごいんだよ。幅がね2センチぐらいある2 5センチぐらいあるかなほらすごい太くてそうだね2センチ2 5センチぐらいあるね。 なのであの普通のサケルチーズみたいにはなあのちゃんとしたなんていうのかな形ではないんだけどさ手作り感が満載なんだけどちょっと食べてみたいと思いますあなんかねサケルあの雪印のものよりはちょっと柔らかいか柔らかい感じだねちょっといただきますうんあー 美味しい、ね、うん <laughs> ルドルフさんが天ぷらのようなチーズっていう <laughs> そうそうそうイカイカみたい見た目はイカみたいだけどねあなんていうのかなあの雪印の避けるチーズに比べると比べるのも申し訳ないんだけどあの柔らかいんだよねだいぶ柔らかいで歯応えも柔らかいうんだけど チーズの味自体はこの、うん、しっかり出てるねあの雪印のさけるチーズよりは濃厚なのかな、うん、すごく味が分かりやすいっていうのかなあれはなんかゴニョゴニョして噛んでる感覚しかない、うん、しかないんだけどこれは味がねしっかりチーズの良さが、うん、出てて美味しいでもちょっと柔らかいのでねあの すぐ溶けそうな感じにするよね。<laughs> うん。あ,あの酒のチーズ以外に食べたのは初めてで。おいしいね。お酒のつまみになりそうだね、<あ>これね。れこれね。酒物 <laughs> も飲まないくせに。お茶と <laughs> お茶のつまみプリント サン三品茶と、いやー、どんな組み合わせだって感じだけどね。うん。はい。そして、リスちゃんさんからメール来てますね。ズーさんがプリンを食べる姿はとてもかわいいですね、えー。ペイさんは他の番組では聞いたことないくらい楽しそうです。来週から、えサー,サーユイズ・ペーペアでいいなって、なんでももう読めない。サーユイズ・ペーペア。<laughs> 噛みまくりじゃん読 <laughs> 読めない読めなないい <laughs> ねえもうほんと、ね、あのこのチーズもねすごくおいしいのであの今日はねなんかオープニングイベントで小さな子どもたち保育園の子どもたちがエイサーに戻ってて、うん、とてもかわいらしかったなので太鼓の音が聞こえたのでねちょっと足を止めてしまいましたけども是非、うん、皆さんもねあの岩手の名産 あの置いてましたので、ぜひ行ってチェックしてみてください。そしてね、あの中城だね。中城の朝饅頭とかあったさ。そういったのも販売してた。へ<ー>うん なので食べてみてみだから朝まんじゅうを買おうかどうしようか悩んだわけだけど朝まんじゅうはいつでも買いに来るなと思ってでね岩手のねこのくず巻きのものはなかなか買えないなと思って、うん、ちょっと慌てて買ってきたんだけどね美味しかったねプリンも、うん、チーズもなかなかいい感じでチーズもいろんな種類あったわけで牛乳もいろんな種類あってあーもうなんか楽しみなものがいっぱいあって。<laughs> あれも欲しいこれも欲しいっていう感じだったんだけどまあ今日はねこの2種類にちょっと塩っ気があるものと甘いものの2種類をねちょっと選ばさせていただいたんですけども是非皆さんお近くにお住まいの方はね週末など遊びに行ってはいかがでしょうかちょっとね週末天気も崩れるのかななんか今日は雨ですけどね是非、うん、皆さんチェックしてみてください今日は合点となってよろしいかな うん、ガッテンとなりましたガッテンガッテンじゃあ皆さんもぜひ食べてみてくださいねさあではね、ここでちょっとイベントの情報をお届けしたいなと思っております。まず今週来る日曜日ですね、12日、11月12日日曜日ですけども、宜野湾市にあります、あの宜野湾。 えっとギノワンシティですね、山陰の方で行われます、ピースフォーラムギノワンインギノワンコンベンションシティということでですね、えー、ギノワン市のですね平和記念事業の一環としまして、えー、行われるんですけども、ここでですね、あのー 平子勢の方も出演なんですけどもえこちら、えー、ギノワンシティで開催されますけども、えー、会場がですね1時からで午後2時半までのステージとなっておりますそして会場が、えー、ギノワンコンベンションシティコハゴロモコート。羽衣コート にての開催となっております。入場は無料となっております。そして、ユーリキアさんもいらっしゃいますし、そしてプロパンセブンさんもいらっしゃいます。そして個性もね。歌の出演ということで、平子でも出演いたしますので、ぜひ皆さんあの入場無料ですから遊びに来てほしいなと思ってます。でね。今回ね、宜野湾 fm 宜野湾の公開生放送もあるそうです。なので、あの県外の方もあのもしかすると動画の配信あるのかな？ どななのかなあると思うのでぜひちょっとねチェックしてほしいなと思います。技能ワンのね FM 技能ワンからの公開生放送もあるそうですのでまあ、午前の歌も聞こえるかと思いますのでぜひチェックしてね聴いていただきたいと思いますそしてまたお近くの方はね遊びに来てほしいなと思ってます。 そしてもう一つがですね、2017竜神の宴が開催されます、えー。12月9日、10日の両日、土日ですね、うるま市石川多目的ドーム、えー この多目的ドームはですね、普段闘牛場として使われている場所ですけども、えー、この日はね、イベントが開催されます。はい、今年もね、たくさんの出演者の方々がいますよ、えー。竜神伝説さん、太陽風オーケストラさん、秀勝さん、平子勢。そして有哉さん、シャカリ千秋さん、横目兄弟、えー、上間綾乃。そして琉球国祭つり太鼓、知人衆若ティーダ、玉城スクリュー、かよのかい、宮里かよ、ゴリブ研究所、エイサー、ラックの皆さん。そして。えー 派手町連合青年会白流の皆さんで赤花進化香梶原美宮城陽子さんそして伊波大使チーム牛からやそして玉木雅也さんなどが出演いたしますもうたくさんの方がね毎年出演してるんですけどさらに出演者増えてますね今年は。もうさらにグレーードアップしたステージを えー、たお楽しみいいたただけたらなと思います詳しくはですね「龍神の宴」でホームページまた Facebook をねチェックしていただけたらなと思いますそして、えー、前売り券なんですけども S 席すごい出てるそうです<ー>なので皆さんいい席を確保したい方 S 席はですねちょうどステージの360度。 見えるステージではあるんですけどもその中でも一番いい席が確保されておりますなのでそのチケット早めにねえご購入ください S 席3000円一般席2500円中学生か1500円、えー、ということになっております未就学時は無料となっておりますのでぜひねチェックして遊びに来てほしいなと思っておりますそしてねもう一つ先ほどねちょっとお話ししました たらこ20周年、えー、記念なんですけどもそれを忘れてたって話をしててそれを忘れてて1月の28日に普通のねワンマンライブをしようと思ってたの普通のね本当に年明けに。ででそこで 昨日今日ちょっとね、いろいろ考えて、あやばいなと思って、節目の年にライブをしないで、普通のワンマンライブをしようとしてる私がいると思って、それはまずいぞということで、年明けの1月28日、日曜日になりますけども、ワンマンライブ、えー、平子勢20周年記念ライブが開催されます。バチ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  いやーね忘れてたよ、本当に。だけど、まあ、せっかくだからね、ちょっとねあの過ぎちゃってますけども、<laughs> 2018年にはなりますけども、ぜひ皆さん、予定を空けててください。はいえー、会場がですね、えー、いつもライブでお世話になっております、沖縄エンターテインメントレストラン、姫での国際通りにあります、姫でのステージとなっております。まあ、すごいですよ。急遽にもかかわらず、フルバンドでの演奏となっていますので。 ぜひお楽しみくださいそしてスペシャルゲスト CD プロデューサーの森正明さんも沖縄にいらっしゃいますのでぜひね、えー、素敵なステージになりそうですのでまだ今から考えるんだよもう急に決まったから。<laughs> 普通のライブをしようと思ってたけど急に20周年になったからさちょっとねいろいろ考えなくちゃいけないことが出てきたけど、うん、でもね、えー、そこは皆さん楽しみにしていただけるようなライブを開催したいなと思っておりますのでいろいろねちょっと今から。 練り込みたいと思います。今日からも頭をフル回転ですね。はい、もう年末年始に入ったら大変なことになりますからね。早めに、早めに、早めにね、<laughs> えー、企画しないといけないなと思います。だけどね、また詳しくいろいろね、詳細が分かりましたら。 またご案内いたしますのでその時にねぜひ早めにご予約またね県外,県外からお越しの方もぜひお待ちしておりますので早めに航空券取るとかさねいろいろあるはずだからそのチェックをしてぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います、えー、この時はね、えー「また君に恋してるの」の作曲者森正明に,にも沖縄にいらっしゃいますので久々のねちょっと沖縄 に来るのでねすごく楽しみにしてるんですけども佐最近ニーニーにはまだ20周年のライブっては行ってないんだけど <laughs> 普通のまんまライブになってるんだけどさ話は後でちょっとゆっくり。 事情を説明したいなと思っておりますなので皆さんもねぜひチェックして遊びに来ていただけたら嬉しいなと思いますさあでもね、えー、今日お届けしましたけど実は来週は平良梢申し訳ないんですけどお休みとなっておりますのでちょっと曲をね平良梢の曲をいっ,い,いっぱいいっぱいいっぱいお届けしたいと思いますのでぜひ聴いて聴いて1月28日のワンマンライブにはね曲を覚えてくるともっと より一層楽しめるんじゃないかなと思ってるのでぜひね聞く曲を聴いて過ごしていただけたらなと思っておりますさあではね、えー、今週もあっという間だったんですけども,あも,うもう今日もねソロもちょっと心配だねって言ったのにもう放送始めたら雨降っちゃったのでもう洗濯物多分濡れてると思いますけども。<laughs> そこはもうちょっっとと置いといてって感じだね、はい、主婦の皆さんはああって口開けてると思いますけども,、うん、もうしょうがないね、うん、もう一回洗濯し直しっていうことで、はいえー、お父さんお母さんあお父さんお子さんはお母さんに優しくしてください今日は機嫌悪いと思いますので。<laughs> <laughs> はいはいでね、えー、もう間もなくね、えー、今日のラジオも終わりますけど来週はちょっとお休みになりますけど、えー、ぜひ曲を聴いて楽しんでいただけたらなと思っております、まあ、週末もねイベントありますのでまだ近くにね見たことないなという人は、うん、11月にあ12日のね三重、えー、メインシティプラザでしたっけ、はい、違うねねってる、ね えっとギノワンシティですね。はい、<laughs> 間違ない。メインシティはうるましだね。ごめんごめん、間違えました。はい、えー、コンベンションシティですね。ギノワンのね、コンベンションシティで、えー、午後1時から、えー、開催となっております。午後2時半までのご案内となりますので、はいえー、この時はね、なんかいろいろパネル平和パネル展もね、同時開催してるそうですので、いろいろ平和についてね考える。 家族で、ね、考えることもできるのかなと思ってるので是非ね、えー、ぜひ皆さんチェックして、えー、会場にちょっと平和のことを考えるためにもね、えー、楽しんで くれたらなと思います家族でね日曜日を過ごしたらなと思いますはいではあっという間の時間でしたけど皆さんまた再来週ですね、えー、11月、えー、24日は生放送でお届けいたします来週はねちょっとお休みさせてくださいじゃあそれではまたお会いいたしましょうお付き合いどうもありがとうございましたこの番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りいたしましたそれではまた再来週ねバイバーイ